前回のあらすじ、無事音叉を直した小道一行、ボーレン町長に報告に行くも、なんとキーエンブレムはもらえず、ケチなおじさんだ。そんな中、宗明の猫隠しがなんだか大事になっているみたいだ。これはもしかしたらキーエンブレムをもらうチャンスかもしれない。はい、皆さんこんにちは。こんにちは、こむちです。関です。よろしくお願いします。お願いします。さあ行きましょうか、猫島にね。はい。お、タダで行けるって。猫舌の猫島に行きましょうか。はい。はい。お待たせしやした。うん。はい。ここか。お乗り出せ。はい。運転するのちょっと変わってくる。あ、ミュベス。お、ああ。猫系のモンスターばっかりだ。あ、この辺が、あ、しましまちゃって、ね、NPC じゃん。モンスターじゃねえんだ。え、そうなの？はい。こいつは、こいつは多分違いますけどね。引いたれ、引いたれ、引いたれ。ジャガーメイジ。引いたれ、引いたれ。戦闘になりますからね。あ、こいつも猫っぽいもんね。あ、そうっすね。ほんと猫系ばっかりじゃん。え、いけないのかな、これで。近くの猫島の近く。いや、やめとこう。猫島の近くだよね、だって。そうっすね。猫のボスの近くじゃねえだよ。いや、いけるんじゃないですか。まだ。運転するのもう一回めんどくさいことは自分だけど。いや、コントローラーを渡せば。いや。これはベンガルクーン。ちょっと強そうやな、顔が。ね、うん、まあ、でも、4人でスコスコにしたら勝てるでしょ。ちょっと、肩慣らしでいってみますか。さすがにね、2話連続で戦闘なしだとちょっと。そうですね、うん。怒られる可能性がある。あ、全然いい、うん、はい。全然、ね、こういったら。よし、よし。あ、弱い、弱い。これはもう、もう、戦ったうちに入らへんぐらいだ。うまいな。甘く見といて強敵だったパターンを今ねちょっと期待したんだけど、うん、ね、全然そこら辺、そこら中におるもんな。振りと落ちが違ったね。はい、はい、よいしょ。なんか当たったんやな。こっちにひょいってきたな。いけ、フリーズブレード。よし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 。雑魚がよー、ほら、うい、いいね。お、青い宝箱があるじゃん。お、いいね。ね、頼むぞ、小さなメダル。お、あ、あ、得意箱。やってくれたろ、ね、やっちまったな。やってくれたじゃねえか。これザキとかやってくるんじゃないの。あ、耳かねえか。いや、得意箱は大丈夫ですね。ただなんかやっぱ、うん、痛い。痛恨の一撃をよくしてくる。あ、そうだよね。あ、そうなんだ。よいしょ、いい。よいしょ、いい。おい、出たね、兄貴の9が。そうですね、まだ通りますよ、ちゃんと。よし、よし、1ではない。あ、11、いいじゃん。でしょ。よいしょ、よいしょ。パンチ、強い、強い、まだ強っ。なかなかタフ、タフガイですね。ねえ、そうでしょ。あー、いい。よいしょ、いい。なかなかやるじゃないか。スリーンって言った、6ゴール。お、なんか扉が見える。うん、なんだいあれは。ここルーラーで来れるんだ。ここまで来れたりしてね、さっきのやつ。実はそうでしょ。お、来たよ。あ、これはまさにもうあれ、あの絶対あいつっすよ。誰やろう、全然わかんない、ピンと来てない。俺リベリオさんだと思いますけどね。リベリオって名前聞いてもまだピンと来てない、俺が。え、ピンと来てる、アニキズ。あ、わかんない。リベリオ、リベリオだと思うけどな。猫のボスって言ったら、うんと、うん、定番なの。あ、違う。あ、あ、そう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 、キャットリベリオ、そうでしょ。ね、この奥の人は知らんわ。え、リベリオどれ。あ、こいつ、はい、あ、手前ですね。奥のやつやと思う、俺。違う違う、手前のやつキャットリベリオですね。あ、手前の子か、かわいい。はい、かわいいですよ、キャットリベリオ。我ら、わらわの息子ジュニアはまだ見つからんのかえ。は、申し訳ありませんにゃ。え、結構あれやん、隠したやん、こいつ。ですが、ウェディどもの仕業に決まってます。あやつらの町の周りを探させてますが、なかなか尻尾をつかめませんで。むむ、
何者にゃ貴様は。ここがこの猫島を治める女王キャットマンマー様のお部屋としての牢石か、うん、猫マンマか。マンマー様は今ご子息を失って大いに心を痛めておられる、うん、ご慈悲のあるうちに立ち去るがいいにゃ。小道に先を越されちまったか。こっちの荷物の方が重かったってことだな、うん、むむ、貴様らウェディの連中か。勝ち込みなら帰り討ちにしてやるにゃ。慌てんなよ豚猫。お豚猫めちゃめちゃ超熱い。俺たちは届け物に来ただけさ。ぶ豚猫だと。貴様ら俺の剣のサビにしてやるにゃ。かわいいやこいつ。うん、待つがよいキャットリベリオ。はキャットマンマ様、しかしこやつらは。待てと言った。よえ納得しない感じでしたね、うん、そなたたちは何用でここに来たのかい。俺たちはあんたらのお仲間を返しに来てやったんだ。おい小道、あのチビ猫、このデカ猫に見せてやるよ。 OK、 これですか。何、それは。おお、その目、その顔、その愛らしさ、見まごうはずもない。まさにわらわの息子ジュニア、うん、よくぞよくぞ生きてくれていた。え、でも親に捨てられたとこ行ってなかった。いやだから今ちょっと今キャットリベリオが、うん、マジでみたいな顔したじゃないですか、うん、犯人はキャットリベリオですよ。やっとるなこいつ。ああ、こいつやっとるな。これやってますよ、うん、もう中間管理職が悪さしたパターンで。ああ、ね、やっとるな、うん、もはあの無犯を起こそうとして、うん、なるほ ど, なるほど、うん、ちょっと待ったにゃ。貴様らなんてことしてくれるにゃ。俺様の計画を水の泡にする気かと。あ、やっぱもう。あ、おっと、尻尾を出しましたよ。猫だけに。猫だけにね。調子いいな。しまったにゃ。うん。バレちまったら仕方ない。こうなったら全部バラしてやるにゃ。おお。計画ってのはな、まずはあんたのジュニアを海に流して泣き者とすることにゃ。めっちゃ悪いやつやこいつ。そして気落ちしたあんたを葬りゃ、次のボスの座は目立たくこの俺様に回ってくるのにゃ。リベリオ、そなた何ということを。その計画も貴様らのせいで失敗にゃ。こうなったら力押しあるのみ。お、まずは貴様らからだ。ジュニアとマンマーの始末はその後にゃ。こいつはやべえぞ小道、チビ猫をこっちに起こせ。うん、俺はチビ猫とソーミャを守る。豚猫の愛はお前に任せたぜ。え、任しとけ。あ、悪いやつやんこいつ。かわいいのに。そうですね、うん、血祭りにあげてやるにゃ。めっちゃ早いやん剣振るの、ね、キャットリベリオ。あ、ボスかこれが、うん、デザイン結構好きなんですけど ね, ね、かわいいよね、うん、人気あるでしょこのキャラ多分。ありますね。ね、しょいしょい。まずはね、刃砕きでちゃんと。あ、全然、ちょっと待って。おはようございます。そしてよっしゃ、攻撃下げた。で、道具を、ま、魔法の聖水、ありがてえ。本当はもうゴレムスの MP1 じゃん。これでほら、周りを回復する。あ、すげえ、めっちゃ助かった。めっちゃじゃ。はい、もう一丁。攻撃見下げしたよ、もう。ナイスナイス。オッケー。こっち作ると荷上げしたよ。オッケーオッケー。あ、仲間呼んだよ。え、ちょ、兜割りしとこ。仲間呼んだ。よっしゃ。おっと、猫魔道じゃん。あれ、あ、プリズニアモール。嘘。ヒオリム。いけ。おお、嘘。行動が。おらおらおら。いけ。兜割り。あれ、プリズニア死んでない。そい。オノムソウ、ヒオリム、オノムソウ、レコマラ、よいしょい。無双がすごいんじゃない、もうこれ。これもう余裕じゃないですね、うん、なんやなんや。ちょっと強くなりすぎてしまったようだな。あ、フラフラしとる。あ、はー。足に来とったよ。出ましたね。ガクブルでしたね。うん、ザーマー味噌汁だ。これは強いモードだもんね。そうそうですよ、ね。グムムム、
貴様のようなやつにこの俺様が負けるとは。あ、こうなったらジュニアだけでも道連れにしてくれるにゃ。やめて、キャー、おっと、ぐ、貴様、あんた筋が通ってねえな。ぐわ、猫を殺しちゃいけねえってな、死んだじいさんと約束してるんだ。今すぐここから消えな。ひー、ほら、お前の出番だぜ。でもヒューザ兄ちゃん、この子は私の家族なの。親がいない寂しさはお前が一番よく知ってるはずだろ。その寂しさを知ってるお前がその子を親から引き離したままにするのか。なるほど、グードでも出んねえ、これは。そうですね。でかさが全然違うね。でけえな、マジで。幼きウェディのものよ、そなたが我らのジュニアの命を救ってくれたのかい。この子は町の港に流れ着いていました。私この子は捨てられたんだと思って、うん、私の家族にするつもりだったの。ごめんなさい。謝らなくてもよい。すべてはわらわの愚かな配下がしでかしたこと。それに、そなたに落ち度はない。いいやつやん。物分かりいいな。ね、うん。マンマーはいいやつですね。うん、メスなのこれ。マンマーだからお母さんですよね。そなたはジュニアに、ジュニアジュニアは千原ジュニア。話変わってくる。そうだ、ジュニアさんに。なんかサラもつけたわ。変わらぬ愛を注い、注いで、捧げてくれたのであろう。ならば、バラバは、礼を言わねばならぬ。この子を返します。うん、おう、ありがとう、バラバの息子。もう、離さずぞえ。そなたらにも礼を言おう。よくぞジュニアを届けてくれた。そなたらのおかげでリベリオの暴挙も止めることができたのだからな。うんうん、時にそなたはヒューザと言ったな。なんだよ。わらわもな、先代と約束したのだ。ウェディの者を殺してはならぬとな。遠い時代、我ら巨猫族の勇士とウェディ族の勇士が手を取り合い、うんうん、巨大な悪と戦ったことがあるらしい。魚と猫で。そんな話には興味ないな。そうか。だがわらわもその約束は守ろうと思っているのだ。とはいえ、わらわの意にその沿わぬ者もいるだろう。そなたらに敵意を向けるやもしれぬが、そのようなものと、そのようなものは好きにして構わぬぞ。引きずり回して OK ってことね。うん。用は終わったし、帰るとしようぜ。蝶々に報告に行かねえとな。別れってのはさっぱりやるもんだ。ほら行くぜ。ドライだなこいつ。うん、まんまもう見送りもせんと、なんかずっとねスリスリしとったよな、ね、うん、うん、はい、 おー、ちょうどいいやん。ちょうどのタイミング。はい、というわけで、はいはい、無事ね、キャットリベリオというボスをね、うん、倒しましたので、うん、町に戻ってキーエンブレムもね、うん、今度もらうのかな。そうだね、そう流れでしょう。はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。